ウマ娘が栄光を求めジャパンカップの府中に集う。日本勢は対抗できるのか。3番人気はこの子です。スペシャルウィーク2番人気を紹介しましょう。ウォッカ、さあ今日の主役はこのウマ娘を置いて他にいない。日刊ウマ娘東海帝王1番人気です。私が一番期待しているウマ娘、気合い入れてほしいですね。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは15番、10番東海帝王。期待通りの結果を出せるか。1番人気東海帝王、15番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは15番。このままリードすることができるか。第1コーナー回って第2コーナー。さあ先頭に立ちました。10番、15番追走。10番、15番2人の競り合いは続いている。ハイペースで流れる展開もありえますね。現在1番手は15番。ここで先頭が入れ替わった。2番手の位置で先頭を伺うのは10番、1馬身離れて12番、1馬身差東海帝王。少し後ろから5番、少し離れて4番、差がなくオグリキャップ。その外並んでエアグルーヴ。内から9番、2番、並んできた東海帝王。落ち着かない様子。冷静さを取り戻せるといいのですが。向上面に入って先頭は15番。順位を振り返っていきます。現在1番手は15番、続きました10番、3番手には東海帝王、そのうち並んで12番、5番手にはオグリキャップ。外から外からエアグルーヴ。そして内目をつきましては4番、少し後ろから5番、それを見るように9番、そしてその外から行ったのは2番、その後ろに5番、1馬身離れて AM オペラ王。外から外からシオノゾン。内でスペシャルウィーク、後ろ AC フラッシュ、残り 1000m を通過。さらには6番、後方2番手に1番、11番、最後方からのレースになりました。15番、先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦、完全に予想外でした。大欅を超え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された東海帝王。花を進め、まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのは東海帝王。400を切りました。東海帝王強い、強すぎる。完全に抜け出した。ウオッカ食い下がる東海帝王。先頭は東海帝王、これは強い。残り200。2番手争いはウオッカ必死。アマゾン東海帝王リードは2番手東海帝王。足色は衰えない東海帝王。今1着でゴールイン。やったぞ東海帝王。並み居る資格を返り討ち、圧巻の勝利だ。2着はウオッカ、3着は必死。アマゾン。